ああ、こんにちは。ティーンダーの脈瘍ボーイ、キンティーンタクです。はい。上海当局によりますと、中国では、なんと、マンションも封鎖することが相次いで封鎖したそうです。住民が強制的に隔離されておりますね。はい。対象区域の明確な基準は不明で、十分な説明にならないまま突然、自宅が一歩も出られなくなるね。もう、確かに1年2ヶ月ぶりとなる死者を確認され、やはりゼロコロナ政策の中、やはりロックダウンですね。はい。確かに、大、えー、当たり食料を買い込んだ女性は、在宅勤務を強いられたそうです。 確かに感染より規制の方が怖い。やはり一方的に重点区域を設定したそうですね、3月中旬。4時は G からし、PCI 検査に開示して感染の洗い出しを始めたそうです。確かに人口密度も含めて、確かに感染者がいないのに封鎖されているマンションもあるんです。はい。確かにロックダウンは必要なもんでございます。確かに市中感染は3,870人とし、過去最多、人口24,90万人の上海では、なんと1,800人以上の市中感染確認、 東京に比べても少ないが、市はまあ18日から3日間、それも含めて無料 PCR 検査を行うそうでございます。中国はやはり怖いもんです。以上です。バイバイ。